はい、こんにちは、ビッグボーイです。ご無沙汰しております。2021年6月10日にファイナルファンタジー7リメイクのインターグレードというプレステ5版へのアップグレードと言えばいいのかな、が発売したと同時にユーフィーの追加 DLC ストーリーがプレステ5限定なんだけど、こっちは配信されて遊べるようになったので早速やっていきます。で、5版はここかな、あ、通知が止まった。パフォーマンス設定とグラフィック設定どちらかを選べて、画質重視か、まあ、操作性重視かっていうところで、まあパフォーマンスでいいかな、多分そっちの方が見やすいでしょう。で、本編自体別にインターグレード版になったからってどこが変わってるとか内容が変わってるとかはないんで、画質とかライティングのアップぐらい、早速こっちやっていこう。ユフィの追加ストーリーノーマルで。私は風体暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャッジ暴虐のシンナカンパニーより究極マテリア奪取。風体の本気を示すため越冬よりやってきた。私を試そうって魂胆？いい度胸じゃん。はい、来た。ぬるぬる動くね。トレーラーとか見ちゃったんで、大体どんな人物が登場するとか知ってるんだけど、まあ、まずユフィね。マテリアハンターとか言ってるけど、まあただのマテリア泥棒ね。風体の少女で、オリジナル版だとそもそもワールドマップ上でいろいろと条件を満たさないと仲間になることすらないっていうキャラクターなんだけど、オリジナル版 FF7 から派生したタイトルにはちょくちょく登場してたから、もうリメイク版は最初から登場させちゃうっていうわけね。やべえ、操作何も覚えてないわ。体力すげえあるな。手裏剣装備してて、忍びの腕は、マテリアが、ああ、盗む持ってんのね、はい。はいはいはい。まあまあまあ、プレイしてったら思い出すでしょう。1年弱経ってるからね、リメイク発売から。敵だ。オッケー。
手裏剣投げ。おお、あっ強っ。アビリティが、あ、いろいろあるな。手裏剣が手元にない時の忍術はアビリティ、忍術変化。ほう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 。あのユフィに限らず結構ややこしいんだよな、この辺のキャラクターのアビリティ特性って。これどの辺なんだろう。多分スラム街が近そうだけどね。ユフィ固有のアビリティ、さっき使ったやつね。でね、これ5で遊ばないと分かんないんだけど、コントローラーの振動がね、攻撃によって全部パターンが違うというかね。すげえわ、ほんとこのコントローラーの振動機能。誰も手に入らないゲーム機なんだけどね。楽勝。次のモーグリちゃんはどこかな。あ、でトレーラーの話に戻ると、ユフィが登場するってのと、あとディープグラウンドソルジャーだっけな、ネロとバイスがもう登場しちゃうぜっていうのをトレーラーで知っちゃって、あの人らダージオブケルベルスで登場してる人たちなんだけど、ちょっと気が早いな。あ、これこっから、あ、届かない。ほい、魔鉱石ね、あったわそんなの。あわよくばね、この DLC をクリアしたところあたりでリメイクパート2とかの予告があることを期待したいんだけど、あ、魔法は何使えるんだ。あ、回復のみか。想像以上にスタイリッシュな攻撃できる。待って、ガードボタンってどこだっけ。そのレベルで覚えてない。これか。つむじかぜ。ショートカットがあったよな。あ、これか。ショートカットが使えるともっと楽々戦えるんだけど。はい、こいつ買った。こっちね。あ、マテリアがある。なんもない。ウータイの人が多分この後仲間になるはず。この人あれだっけ、あのスラム街のあのアパートの端っこの部屋にいた変な人だっけ。え、フィーラーだっけ、なんだっけ。あ、けんな。
れを下ろさないと進めない感じ。手裏剣でインタラクト？よっ、はい、ほっといていいのこの人。よしよし、順調順調。まあ、そのクラウドたちがいろいろやっていた裏でイフィがこういうことしてましたよっていう話の補完なんだけど、なんでワールドマップで放り投げ出されていたのかよくわかんないな。そうなると、まあ、放り出されていたというか、オリジナル版の場合は故意にクラウドたちが戦闘を仕掛けていろいろ条件を満たして仲間にしてるっていうあれだけど、これどこなんだろうな。なかったよねこんな場所、オリジナルには。あ、こっから投げちゃった。こんなに目印を置く？マテリアあったよねどっか、この辺。 あれか。おっと、アイテム。あ、このゲーム関係ないんだけど、プレステ5になってから決定ボタン全ゲームで×ボタンになってるから未だになれないわ。あ、アイテムは何持ってる？ポーションまみれ。これなんだ、体力アップ。体力十分あるけどね、すでに。つけとくか。あ、つけとくかっていうか、他にもいろいろ持ってるな。受け流し。あ、これは技能マテリア。盗む。別に盗まんくてもいいんだけどな。見破る。回復。どうしよう。つけとくか、とりあえずこれ。で、こっちから出りゃいいのね。あっちもこっちもボロボロ。ミッドガルはすっごい都会って聞いてたけどね。なんか拍子抜け。ウータイが攻撃する前に壊れちゃいそう。さあ、都会なのはプレートの上の話だな。パワーリスト。力が 5%、 誤差じゃ。あ、建物の上に行けますと。下は、あ、なんかある。手裏剣で何でも収集できちゃうな。なんかね、本編でもちょっとした工場地帯、工場地帯というわけでもないけど、工事地帯なら通った気がしなくもないんだけど。ほっとけないよ。え、あの人なんで？いつの間に？あの人っていうか、あれ人だっけか、そもそも。終盤の方でも一瞬登場した気がするんだよな。あれ使えそう。落としちゃう。よーし、待ってろモンスター。あ、これでいけちゃう。もう動いとらん。あっ、ちょっとこいつめっちゃ拘束してくる。待って待って待って、回復。
ね、明らかにね、本編プレイしてた時より下手くそになってるよ。そりゃそうだよ、遊んでなかったんだもん。ブロックした。ノー、ありがとう。お家帰って。ポーションとかどうせ使わないし、使っちゃうか。どうせ使わないし使っちゃうかってなんかおかしいな。戦闘中に使わないから使っちゃうか。あ、間違った。こっちね。どうせ先進んだらまた出るんでしょ、謎の男。この DLC は2章で構成されてるって聞いたんで、まあ今が1章で、そんな長くないのかな。すぐ終わるかもしんないな。わあ、もう行ってるよ。同じ人だよね。お、すげえ青ひげ。最初の試練。ん、なんか見覚えのあるような場所に来たような。あ、スクラップストリート、瓦礫通りは来たことあるわ。あ、瓦礫通りがちょっと拡張されてましたよってことか。あれ、もう匂いに慣れちゃった。いろいろ慣れちゃった。都会に染まっていくんだね。私は大丈夫。誰もいない。モンスターいたはずだけどな。そしてここは全然都会じゃないけどな。確かこっちの方にちょっとしたトンネルとかもあった気がするんだけど、あ、これだ。あれ、モンスター何もいない。トーマテリアMP アップか。これで到着と。この奥から来たの？モンスターに襲われなかった？割と襲われたけど。爆破の影響でモンスターの胴体が噛んでるなら。現在5番マッコールは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。来た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 。アバランチの仕業やるね。いいね。私も負けないぞ。ユヒ、ユウ、あら、イエス、モーグリ。あんたはアバランチ。俺はジージェ、ついてきな。お、待ってよ。アバランチってジージェ、なんで迎えに来ないの？ウノシュウはみんな優秀な戦士だって聞いてたから。優秀でも戦士でも道案内はいるよ。っていうか、ウノシュウって？ウノシュウは君たちのこと、まあ暗号だ。ふん。それにしても子供が来るとはな。蹴るぞこら、バカにするな。可愛いって意味だよ。はあ、そんなんで喜ぶか、舐めてるだろ。絡むね。
舐められたら終わりだから。あー、見覚えのある3人組がいる。ここだ、さ、入って。ニュースを見る限り、で、そうだ、本編のいつの話なのか知らなかったんだけど、魔鉱炉爆破したところか、初回の任務で。喋ってる内容聞きたい。あ、もう喋んない。アバランチ本家アジット。え、あ、アイテムある。ブーメラン、ブーメラン。あーはーはーはー、魔法が強くなるのか。マテリアの枠が1個多いからこれつけちゃおう。ビリーボート、ポールコだ。そして、ナヨ。私は、ウータイ暫定政府の精鋭部隊、マテリアハンターのユフィ。ジャチ暴虐の死んだカンパニーより、究極マテリア奪取。ウータイの本気を示すため、遠方よりやってきた。盟友アバランチを、強力に感謝する。元気いいね。そりゃもちろん。ねえ、私の相棒のサノンはもうついてる？ああ、3日前にね。今は外出中、毎日楽しんでるみたい。なーにー。ねえユフィ、荷物は？そんなのないよ。忍びの末裔が大荷物なんて恥だからね。ねえ、これ食べて。ウータイ名物ダチャオ豆。これ食べ物なのかい？すごいな。忍び、恐るべし。じゃあユフィ、ここでソノンを待ってくれ。俺は出かけてくる。君たちの ID カードが調達できそうなんだ。だったら私も行く。いや、一人がいい。君はトラブルの匂いがする。